CMF とは、ルノーイコール日産アライアンスに基づき、日産自動車とルノーが共同開発したプラットフォームを基幹とした FF と FF ベースの 4WD 車用のエンジニアリングアーキテクチャーである。基本的にコックピット、エンジン、フロントアンダーボディ、リア,アンダーボディの各モジュールに電子アーキテクチャを加えたいつつのモジュールから構成されるのが CMF である。 従来、セグメントごとに設計、開発、製造していたプラットフォームを複数のプラットフォームに共通したモジュールとして増加させることで、コンポーネントを共有化し、プラットフォームごとの台数を増やすことができるシステムとして開発された。これにより、軽自動車を含むコンパクトカークラスから、大型セダン、SUV まで幅広く展開させることが可能であると、 同時に、ルノーイコールニスサンアライアンスの特徴である、スケールメリットを活かし、開発費削減、部品点数削減、製造コスト削減、後期短縮を効率よく行うことで、すべてのアイテムの経費を軽減させる役割も担う。設計思想としては、フォルクスワーゲンの MQB やボルボの SPA 並びに CMA、マツダのスカイアクティブテクノロジーとほぼ同じであるが、 トヨタ自動車のドンガ並びに、ダイハツ工業のダンガとは、モジュール化の部分以外、やや違った構想である。なお、CMF は2013年発表のローグとエクストレールを皮切りに、順次、日産、ルノー、ルノーサムスン、ダチアの各車種に採用され、2016年に資本業務提携し、ルノーイコール日産アライアンスの参加に収めた。 三菱自動車工業の車種にも2019年頃から取り入れる予定である。フューエルリッドは車両右側にある。キャッシュカイルノーサムスに SM6、デイズルークス CMFC、DCMFBCMFACMFEV。ありがとうございます。